浜ゆ子です,イデフです今うは10ヶ月目のイデコの運用状況を公開しますの巻。はい SBI 証券のセレクトプランでイデコをしていますまずイデコって何って人のためにさらっと説明したいと思いますイデコは自分で年金を作っていこうみたいな制度です自分で金融商品と 金額を選択して自分で積み立てをしていきますイデコとよく比較される積み立て兄さんとは違ってイデコは60歳までは取り出すことができませんこれはイデコが自分の年金を作っていくという目的なので このような縛りがあるんだと思います。僕の個人的な意見では、60歳まで取り出せないことはちょっと嫌なんですけど、ただ、だからこそ、自分の老後用のお金として、ちゃんと蓄えておけるかなと思っています。もちろん、積み立 NISA と同じく、出た利益は非課税になります。iDeco は、60歳まで取り出すことはできないんですけど、積み立てたお金が、年収から控除できます。そして、その結果、所得税と住民税が減ります。どのくらい減るかというと、 一般的なサラリーマンの積立上限額月2 3 0 0円を毎月積立したとすると1年間でなんと82800円もの節税効果がありますただイデコには積立にさとは違って毎月手数料がかかります一番安いところで171円かかります一番安いところでといったのはイデコをどこでするかによって手数料が変わってきます こちらの動画で手数料について話してますので、もしよかったら見てみてください。で、この手数料が一番安い SBI 証券とか楽天とかが僕はおすすめです。これまでがイデコの説明でした。それでは実際にイデコをやるとどうなるのか。10ヶ月目の運用実績を見ていきましょう。まずは先月の運用実績からです。資産残高が218,283円でした。損益が11,000。 円でしたそれではここに今月の積立分2万3000円を加えた今月の運用実績がこちらです資産残高が23万7077円損益が7077円でした損益が4000円くらい下がってしまいました前回も実は下がってるんですよね前回が2000円くらい下がって今回が4000円下がってしまいました今回こんなに下がったのは中国ですよ今 中国版のリーマンショックが起こるかもと言われていてそれを恐れた投資家が株を売って現金にしていってるんですよねその影響で株価が今どんどん下がっていってますもうね世界的に株価が下がってるんですよねでこの中国版のリーマンショックなんですけどこれが不動産開発会社の中国恒大集団というところが破綻するかもしれないと言われていてそこがもし破綻したらそれがトリガーとなって中国版のリーマンショックが起こるかもと言われてます いやーちょっと怖いですね株価というかこの中国版のリーマンショックっていうのが起こるのが怖いなと思っていてリーマンショックが起きた時が僕が就職する頃だったんですよ確か大学3年生でもうそろそろ就活しようかなと思った頃にリーマンショックが起きたんですよねそれで一気に就職難になって僕ねすごい苦労したんですよ <laughs> そういうすごいのがもしかしたらこれから起こるかもしれないって言われていてそうなるとね株価どころじゃないですよね、うん まあ株価が下がるのも怖いですけど、まあ、もちろんねより不景気にもなっていくと思いますしちょっと怖いなと思っています iDeCo の話に戻すんですけどちなみに僕は日本を除く全世界の株式に連動する投資信託を買っていますそのため僕の買っている投資信託が今結構下がってるんですねただ iDeCo は60歳までは取り出すことができないですし未来は全世界で見たらきっともっともっと経済活動が発展していくと僕は思っているので 気にせずここれからも積み立ててをしていいうと思っています60歳まで取り出せないというのは、実は僕は最初は嫌でした。なのでやるかどうか迷ったんですけど、年収から控除されるっていうのと、非課税っていうのが欲しくて始めました。ただ、今みたいに株価が下がってきている時に、どうせいでこは60歳までは取り出せないって思うと、どうでもよくなってきてるんですよね。全然気になってないんですよ。なんかそういうのが結構いいかなと思ってます。おそらく、こういう動画を撮ってなかったら、 僕は毎月運用実績を確認するということをしないかなって思うくらい、全く気にせず積み立てをすることができています。老後のお金を作るにはこれくらい縛りがあってもいいかもしれないですね。しかも年収からの控除と出た利益が非課税になるというのもあるので、今毎月数万円使わないお金がある、貯金できているという人はイデコを考えてみても、 いいかもしれませんもしよかったら今回の動画参考にしてみてください月によってプラスの時もあったりマイナスの時もあったりすると思うんですけど長い目線で見ればおそらくプラスになるだろうっていう考えでやってるんですよねねそうでででですすすす僕の場合ですとあとあ30 30年年くらいなんですよ30年もするんよもるね。 もう正直結構どうででもいいいじゃないですかでしかもこの30年間どうせ何回チラ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 結果を見ても取り出すことはできないんですよそう思うとねもうどうでもいいんですよね本当に <laughs> どうでもいいというか気にならないんですよねしかも年収から控除できるわけですからねそうですねめちゃめちゃお得ですよねもうすごいお得ですねはい是非やってみてくださいはいというわけで今回はイデコについてお話ししました浜井こと秀行がお送りしました ためになった楽しかったという人は高評価とチャンネル登録お願いします。チャンネル登録するとお得情報をいち早く知ることができますよ。またねーバイバーイ,バイ,バーイ